超弦理論入門講座標準宇宙モデル。人間はどの時代においても我々を取り巻く宇宙がどのようにして誕生したのかを知りたいと望んできました。この宇宙誕生の秘密は現代の天文学者も物理学者、超弦理論研究者もその秘密を解き明かしたいと努力しているのです。宇宙がなぜあのようなのか、どのようにして今我々が目にしている形を取るようになったのか、宇宙誕生のメカニズム、その後の進化を推し進める原理をつかみたいと望んでいるのです。今やこのような問いに答えることができる科学的枠組みが天文学、宇宙論研究の場と物理学、超弦理論研究の場から提示されようとしているのです。宇宙論におけるビッグバン理論とそれを補完するインフレーション理論を簡単に振り返り、その後超弦理論、M 理論が宇宙創造の秘密にどのように迫ろうとしているのかを見ていくことにします。宇宙創造の瞬間、すなわちビッグバンと言われている瞬間は、宇宙の真空のエネルギーの量子的揺らぎから出現した莫大な大きさのエネルギーによる超高温超高密度な世界であったのです。アインシュタインの一般相対性理論の重力方程式を解いたロシアの数学者フリードマンはビッグバン解と呼ばれるものを導き出したのです。この解によると、宇宙は圧力無限大の状態から爆発的に生まれ、現在の宇宙は原初の爆発の余波の中にあるということになります。このビッグバンから10-44秒後、プランク時間の宇宙の温度は10-32乗Kだったと計算されています。これは太陽中心部の温度の10兆倍のさらに1兆倍ほどの温度です。時が経つにつれ宇宙は膨張し冷えていった。当初均質的で煮えたぎっていた原初のクォークのスープ状態は渦を巻き塊を形作り始めたのです。ビッグバンからおおよそ10万分の1秒後、宇宙は10兆ケルビンまで冷えて、クォークが3つ集まって陽子や中性子を形成するようになっていったのです。1秒後、宇宙のプラズマが凝結して最も軽い元素の原子核が現れ始めたのです。それに続く3分間、宇宙がおおよそ100万ケルビンまで冷える間に、水素、ヘリウムの原子核と、ごく微量の重水素と、リチウムの原子核が現れ、この期間を原子核合成期と呼んでいます。続く
30万年の間は膨張とそれに伴う冷却の期間で、この30万年経過した頃、温度が数千度まで下がると、激しく飛び交っていた電子の流れが遅くなって、主に水素とヘリウムの原子核が電子を捕まえ、電気的に中性な原子ができたのです。これは宇宙の進化にとって重要な出来事だったのです。水素とヘリウムの原子核が電子を捕まえる前は、宇宙は電荷を帯びたプラズマに満ちていたのです。原子核はプラスの電荷を帯び、電子はマイナスの電荷を帯びていた。光子は電荷を帯びた粒子とのみ相互作用を行った。電荷を帯びた粒子が高密度で存在しているため、光子はこれらの粒子とひっきりなしにぶつかり、わずかの距離を進んではすぐに方向を変えられたり吸収されたりした。電荷を帯びた粒子が光子の自由な運動を妨げ、光は直進できず、この時期宇宙は不透明な状態であった。30万年の頃、宇宙の温度が数千度まで下がり、マイナスの電荷を帯びた電子がプラスの電荷を帯びた原子核に捉えられ、原子核の周りで軌道を描くようになると、電子という障害物が消え去り、霧が晴れた状態、いわゆる宇宙の晴れ上がりと呼ばれる時になったのです。この時以来、閉じ込められていた光子が自由の直進ができるようになったのです。この解き放たれた高エネルギーの光は、宇宙の膨張に伴い温度が低下し、現在数ケルビンの電磁波となり、宇宙背景放射と呼ばれ、ビッグバン期の宇宙の情報を伝えているのです。はじめは莫大なエネルギーの解放による狂乱状態にあった宇宙も、10億年前後には相当落ち着き始め、原子の元素が重力で互いに引き合って塊を形作り、恒星、銀河、惑星が現れ始めたのです。ビッグバンから138億年経った今日、我々は宇宙の誕生から進化の過程に驚嘆するのです。人類が宇宙の起源につき筋が通った実験で検証できる理論を組み立てた物理学者たちの努力に敬意を払うのです。ビッグバンの証拠はあるのか。天文学者たちは大口径の望遠鏡を駆使して、ビッグバンからほんの数十年前に発した光を捉えることができるようになったのです。その結果、ビッグバン理論から予想される宇宙の膨張をごく早い時期から現在に至るまで検証できるようになったのです。観測による検証結果はビッグバン理論モデルとぴったりと合っています。ごく早い時期というのは、
ビッグバンから数十億年以降のことであります。人類がこの理論をもっと早い時期に遡って検証するには、光あるいは電波の観測では限界があるのです。すでに述べたように、ビッグバンから30万年間は光子、光は放射されず、さらにそれに続く10億年までの間は重力による星の形成期で、星が形成され、自分の重力により核融合が点火され、その結果光が放射されるまでの間は、望遠鏡による観測では情報は得られないのです。そこでビッグバン30万年の後、宇宙の晴れ上がりの時点で放射された宇宙背景放射の観測とその結果の解析が重要になってくるのです。宇宙の晴れ上がりの時点で放射された光は、現在観測されているガンマ線より波長の短い高エネルギーの光の波だったのです。それが宇宙が膨張するにつれ、光の波も膨張し、温度が低下し、絶対零度よりわずか数度高いところまで温度が低下し、電波領域のマイクロ波と呼ばれる周波数領域になったのです。この宇宙背景放射の存在は、1950年代にジョージ・ガモフと彼の共同研究者たち、1960年代にはプリンストン大学のロバート・リッキーとジム・ピープルズがその存在を予想していました。1965年、ニュージャージーにあるベル研究所のアーノ・ベンジアムとロバート・ウィルソンがビッグバン名残の宇宙背景放射の電波を検出したのです。これが宇宙創造の瞬間、ビッグバンの証拠なのです。その後の研究により、理論も実験も精密になり、1990年代初めに NASA により宇宙背景放射探査衛星コービーの観測に結実していったのです。物理学者と天文学者はこの観測データがビッグバン理論に基づく予想とぴったりと合う絶対零度 2.7 ケルビンのマイクロ波放射で宇宙が満たされていることを高い精度で確認したのです。具体的には宇宙1立方メートルあたり光子が約4億個存在し、これが宇宙を満たす宇宙背景放射であり、宇宙創造の残響なのです。このように理論と実験結果が一致したことにより、ビッグバンから30万年後、宇宙の晴れ上がりの時点までビッグバン理論が確かめられたのです。では、ビッグバン理論の検証をさらに早い時点まで推し進めることができるのだろうか。それができるのです。次回の講義から
説明していきます。